トヨタは今日自動車の大量生産に必要な型式指定の認証について生産が終了している車種も含め7つの車種で不正があったと明らかにしました衝突試験で使う車両を不正に加工したり歩行者保護試験で虚偽のデータを提出したりしていました7つの車種のうち生産中の3つの車種は今日出荷停止になっています 国土交通省はきょうトヨタ以外にマツダやホンダなど4社でも型式指定の不正があったと明らかにしています実態調査の指示を受け調査を進めてまいりましたまだ調査の途中ではございますが2014年以降すでに生産を終了しているものも含め7社種において国が定めた基準とは異なる方法で 試験を実施ししていたことが判明し、5月31日に国土交通省にご報告いたしました。今回の事案はトヨタ自動車とトヨタ自動車東日本の2社にまたがる問題でございます。日野、ダイハツ、トヨタ自動食器に続きグループ内で問題が発生しておりますことに対しますし。 トヨタグループの責任者として、お客様、車ファン、すべてのステークホルダーの皆様に心よりおわび申し上げます。本当に申しし訳ございませんでした。